よし、何の障害もなくちゃんとお母さん、お母さん、家の中で望遠。ほい、ということで今回はこのぼっちゃんというゲームをやっていきたいと思います。どんな感じかな。かわいい絵がなんかちょっとね、あの今までと同じグローブルギアさんのなんやけど、ちょっと今までと絵が違う感じ。暇そうな、これはぼっちゃんってことなんかな。ぼっちゃんや、ぼっちゃん、ジョーちゃんってことをちょっとだけハッピーにしてあげよう。なるほど、ちょっとだけ現実的な感じってことかな。遊び方1、気になる場所をタッチ、いろいろ調べてみよう。気になる場所、あ、なんかテレビのリモコン。なるほど、チャンネル変える感じ。アイテム、遊び方2、アイテムは使いたい場所までスワイプ。うん、どうぞ。まあね、ニュースよりもね、他のものに変えた方がいいよね。ヒマレンジャー、あ、何あれ、ウサギのぬいぐるみも正座してみようんやけど、かわいい。お母さんも優しそうな感じやね。おっちゃん、これでクリアってこと。つまんないテレビ、1日目つまんないテレビクリア。はい、2日目レアな落とし物。なんだレアな落とし物って。カード、なるほど、トレーディングカードとかそういうこと。キラキラしてるけ、あれカラスが狙いよんやない。何か他の、あ、猫か猿かと思ったこれで、おお、何、猫あんなとこ登れるんや。これで拾えるんじゃない。狙いよったカラスもおらんなったし。よしよし、クリアー。ないきなりもうナンバー3になってしまったまあこの辺のはね、あのやり込みやりたい人は。3日目、こっち向いて。ライオン、猫科の動物、おもちゃが好き。かわいいおもちゃ。このおじさんがすごく気になるんやけど、カメラを構えた人。はあ、ちょっとカツラっぽいなとは思ったけどカツラっぽいなとは思ったけど、そういうキャラクターなんかなと思った。なにこれ、なんか取れたよ。え、サクサクとサクの間、うん、開いた。なに、もう根に入っちゃうんじゃないこれ。あ、つまんないってなったつまらんよね。そうじゃなくって、リトライ。でもおもちゃ、うさぎのぬいぐるみ無理か。え、この辺もなんか取れる。この3つぐらいかな、取るので。これをなんか組み合わせたりとかはできん感じ。こういう、になったすごい純粋なキラキラお目目で。なんだ、どれだカツラ関係ないんかな。カツラ使ったら確実にね、必ず怒られるような気がするけど。こっちの棒はに、これを組み合わせれない。これは、うん、暇そうだ。あ、この紐もなんか取れる。あ、結局カツラ使うやん。はい、ん、これで、おー、ライオンもキラキラお目目やったえ、かわいい、飛び跳ねすぎやん。4日目、風呂上がりの一杯。おー、いちご折れ派なんやね、同じく。これは肩叩き剣。あ、肩、これで肩叩いてあげたら、てか、まずこれは何？金額が、
足りないってこと。100円は持っとるっぽいけど、肩たたき券でそこのおばちゃんの肩を叩いてあげよう。したらなんかおごってくれるかもしれん。そこの床に座るんすか。お、なるほど、110円なんやね。え、違う、あと10円足りない。あと10円。お、なんかおじさんが出てきて頭に乗ってる。どういう状況？わからんけど、とりあえずこれで買える。いちご牛乳やったね。え、結構さ、みんなあの風呂上がりといえば、あの何、フルーツ牛乳みたいなの言うやん。圧倒的にいちご俺だね。はい、5日目、ママはどれ？あー、後ろ姿では分かりづらい。でも真ん中ほどのナイスバディではなかった気がするし、え、あの左、一番左はなんだ、透けてるぞ。幽霊？右、一番右だろう、お母さん。え、あれ何？めちゃくちゃ日焼け対策してる。なんか違うかもしれん。うわ、ムッキムキ。これ、この左側のがママじゃない？ムッキムキどころか。ちょ、すね毛。え、これはなんだろう、普通にタップしたらいいんかな。ママ。あ、合ってる合ってる。え、以上？え、以上？え？え？シンプルに考えるしかないってことあれ？そんなわけないよね、多分。6日目、抽選会。ママとどう違うんだ、この人は。大抽選会、1等はハワイかな？ 2 等、スイッチっぽいやつ。3等はティッシュか。3等ですでにティッシュ、なんかここにあるよ。ほらほら。え、これはどうやって取るの？割れないの？なんか割るものが、ないのか？うわ、割るものが、ないのか。え、こん中入っとるよね、なんか。え？あ、画鋲。なるほど。これで、割って、はい。なんか妹やってきたよ。回す？回しなよ。え、なんか渡しただけになったんやけど。なんか渡しただけになったけど。よし、これで。はい。3回。え、でさ、あの、妹ちゃん？妹ちゃん？それはちゃんと回してくれるんだろうか。3等のティッシュ。はい、3等ティッシュ。はい、3等ティッシュ。おう。あ、で、妹ちゃんが回すと。当てるんじゃない？これ、兄弟的には1等よりもさ、2等が欲しいよね。家族的には1等かもしれんけど。ま、でも行ったら行ったら楽しいよね。きっと。クリアー。なるほど、妹ちゃんが当てるってことね。7日目、泣き止んで。めちゃくちゃダダをこねてる。イヤイヤ期かな。このいつものお気に入りのうさちゃん人形は？なんかめっちゃ食べとるやん、これ。あと、何か取れそうな。あ、プリンが取れた。うん、他は何もないっぽい。プリン食べる？あ。あ。ああ、目が。目が。死んでる。やっぱじゃあ、うさちゃん。人形かな。はい、どうぞ。うわあ、大変なことに。放り投げないでくれ。え、他になんか取れるものあった？ん？なんだなんだ。先にこれを避けておくということもできないし。
か取れるものあるか他に。エプリン。ん？で、あと、うさちゃん。あ、そっか。食べさせてもらえばいいってことかな。こういう時期ってなんか自分でやりたいってだだこねることない？なんかそういうイメージなんやけど、なんかこういう風に泣き寄る子って、え、お兄ちゃんに取られてるじゃねえか。何があったの、あの間に。8日目、ふーってして。これはなんだ、妹ちゃんがふーしたいんかな。え、パパが持ってるクラッカーはなんでそんな壊れてんの。これあれか、とりあえず窓を閉めとかんかったら風で消えるってこと。チキン、チキン、なんかこのクラッカーも危険そうな気がするけど、そこは、あ、これなんじゃない。はい、なんかクラッカーがミスって火を消してしまうとかいうことになるんかな。で、あとは妹ちゃんにチキン持たせる。なるほど、坊ちゃんに火を吹き消させるんやね。まあ、主役は坊ちゃんってことか。7歳なんやね。さあ、これでどうだ。よし、何の障害もなくちゃんと。お母さん、お母さん、家の中で望遠？めちゃくちゃ、めちゃくちゃ張り切っとるけど、そんな距離でちゃんと撮れるかな。9日目、砂のお城。ふんふん、妹ちゃんが砂のお城を作りたい。ただサラサラの砂じゃできんけんさ、お水が必要よね。あ、これバケツじゃない？で、バケツに水を入れてきて、ここだけ砂の色変わっとるのも気になる。で、水入りのバケツゲット。あ、なるほど、この旗を使うのね。で、お水かけて、え？ダメだった？え？ダメだったの？え？でもさ、水かけんと固まらんくない？ちょ、待って。やり方が違うんかな？バサッといくんじゃなくってってこと？え？とりあえず横に。あ、なるほど、ため池みたいにする。ですよね、滑り台着地点に水。ものすごい笑顔からの悲しい。え、あ、じゃあさ、え、なんだなんだなんだ、ちょ待って、これを埋める。そういうことじゃないの、埋めないの。同じようにお城が作りたいんよね、妹ちゃんは。とりあえず山作る。山を作った上で水で湿らせて形を整える。すごいでかいね。で、え、なになになに、さらに、いや、すごい、うまいな、やりきった感が。すごい、将来有望やね。アーティストになるんじゃない？はい、10日目、免許改伝。自転車のってこと？かわいい。これはあれかな？最終的に、お、手離してないだろうなって見よるね。最終的に手を離しても気づかずにそのまま漕ぎ続けよったらいいってことよね。何か必要なものあるかな。でも別に特に取れるようなものはない。手を離す。お、いけたんじゃない？成長成長。私もめっちゃ何回もこけたわ、自転車。